熱血中年の星。やけどするほど燃えてるぜ。コンブロックといいますか、はいはい、あの藤井フミヤファンのお二人、なんか若いってことですね。そう、若々しかったですよね。やっぱり好きなものがあるといいですね。猫ちゃんも若々しいっていうか、いやいや、もう全然ダメですよ。本当に本当に本当に嫌なっちゃいますよね。嫌なっちゃいますよ、もうあの割と淡々とする、嫌なっちゃいますよねってすることによって、うん、こうマイペースでいられるのかな、もしかして。マイペースで、いやいやいや、もう本当日々ね。でもそんなこと考えていてもしょうがないので、楽しいことを考えようと思ってもう見ないようにしてますよね。もう見ないようにする。そうそうそう、それはもう元気のもうポイントの、そう、ワンポイント、もうね、振り返っててもしょうがないから、もう前しか見ないっていう感じですね。もう前しか見ない。ペコちゃん昔から、うん、もう有名でしたもんね。前しか見ない。でもやっぱりあの振り返るのが嫌とか言って同窓会とかも割と苦手でしたけれども、うん、だんだんとそういうのが楽しくなってきて、やっぱりね、私後ろも振り返りながらですよね。振り返りながら、味わいながら、これからはですね、うん、振り返りながらも、あの悪いところは忘れていくから、どうせそう、ね、あの自分の悪い思い出とか、あの例えばちょっとあれ失敗しちゃったなっていうのは本当結構忘れてんだよね最近、うんうん、自分の都合のいいように。そうだから生きていけるんでしょうね。そうそう、人間ってね、耳も、うん、あのなんていうのかな、老化のせいで自分が都合の悪いことは聞こえないように最近なってきた、ね、確かに、あの、ね、目も引き上手になってきて、そうそう、目もなんかこう自分の都合の悪いのはもう見えなくて、うん、あのあ自分の都合のいいことばっかり見えるようになって、こういろいろ、だからそう考えるといいんですよね。年齢を重ねるってことは、うまく上手にね、うまく上手には耳も聞こえなくな、あの遠くなってくるし、あの目もこう霞んでくるとね。でも相手もだんだん綺麗に、あの自分でさえ鏡で見ると、あ綺麗ってね、うんうん、あんまり細かく細部にわたって気にならなくなってくる。確かにね、ま、もうねちょっとこうほら明るいところで自分の顔を鏡で見なくなる、うんうん、お化粧も暗いところでこうしてますもんね、うんうんうん、なんかね暗いところでして表に出ては、あの周りがびっくりしてる時があるんですけどもね、たまにね引くみたいなね引かれてるのかな、ね、やっぱあれ本当に、まあ、そういう感じで自分の都合のいいように生きていく。そうです、やっぱり今年からはこれだな、うんうん、もうこれからは。でも前からそうじゃなかった。結構前からそうだったと思うよ。そうだったっけ、うん、そうだったっけ、そうだと思うけど、もうこれからはね、もう自分の都合のいいように、うん、全部で、季節もちょっと寒い、あのほら今年は寒かった、天候が荒れたりとか ね、 急にね、うん、途中から寒くなったりして、だからその寒くなったあの雪がさ、うん、あの時思ったんだけど、雪が降るのが、うん、雪が降るのがすごい嬉しかったのって、やっぱ若い時だけって、子供の時だけっていうか。え、でも今も嬉しくない？宮崎って雪が降らないから。いや、ペコちゃん未だに雪嬉しいの？粉雪見たらもう粉雪、もう本当に嬉しい感じ。まだ若いよそれ。いやいやいや、雪を見て嬉しいなんてさ、うん、だってただ寒いより良くない？あ、雪が降った方が、ただ寒いより、ただただ寒いよりね、何もないより、まあ、よっぽどね、どこかちょっと遠出して車の運転はちょっと嫌ですけどね、うん、もうだから雪が降って嬉しい。ペコちゃん、うん、まだまだ若い中年。いやでも一度こう心が柔らかい小さな夢ですけど、うん、鎌倉に入ってみたいね。あ、鎌倉って憧れるよね。昔から中でこうお餅とか焼いて食べたりとか。なんかあったかいんでしょって聞くよね、鎌倉でさ。もう本当に些細な夢だけどね。いや、お餅や、あの作る、今度二人で。そうだね、鎌倉を宮崎で宮崎で、そうね、そういう感じで、まあ、ご家政とか言ってさ、ご家政ね、まあ、そういうようなこう、だんだんこう、そういうご家政の魅力語っちゃう。ご家政は本当に素晴らしいですよね。人がいいもん。あ、いいよね、高千穂とかもね、うん、宮崎をやっぱりこれからあの改めて住みながら、うん、良さをこの世界的に皆さんに伝えていこう、宮崎大使としての、うん、あ、非公認ですけど非公認宮崎大使としてのね、うんうん、あの私たちの野望としては、まずあの自分の都合のいいことしか見えないこと、うん、そして聞かないこと、そして非公認ですけど、宮崎の良さをどんどん世界にお伝えしていく。本当に宮崎でもいいとこですよね。この前、うん、ふと一葉有料道路を通っていったら一人で、いや、本当そんな寂しいことしてた。ふと一葉有料道路を一人でって、なんじゃそれみたいな。綺麗だなと思って、海がきれいきれい、こんな素晴らしいところに生まれて幸せよねって、うん、たくさんサーファーもいましたけれどね、宮崎はもうサーファーの本当はメッカなんですよね、うんうん、いい波が来るので、ぜひいいポイントも。あ、そうだ、ペコちゃんもそういえばサーファーだったんだ。ウィンドサーファーね、ウィンドサーファー、
それを思い出して思い出しながらまた前向いていこうと思っております。それではまた次回まで To be continued!